はい、今大分県に来ました。ここでいる。どこですか？ここです。カスというところにいます。どこに行く？ここからこう行って行ってベッドどこ？ベッドあれで、ちょっと30分ベッドありますね。ここからこう行ってで上ここベップほら、あ、本当だ。ここね、これそう、着きました。別府明磐温泉。はい、ちょっとじゃあ見てみよう。あー、湯の花の作り方か。これの作り方、確かにすごい匂い。これ本当の匂いか、もしかしたら私で。おならした。1日1ミリずつのペースで湯の花ができていくそうです。はい、今明磐温泉の家族風呂から上がりました。めちゃくちゃ肌がね、柔らかくなるね。うん、めちゃ柔らかい。すごいね。なんか温度もすごいちょうどよくて、で、まあ暑かったら水も足してってお好みの温度に設定できるので、1時間があっという間でした。はい、ちょうどいいと思う。ちょうどよかったね。はいはい。じゃあそれでは今から明磐温泉名物と言われている地獄プリン食べに行きます。地獄プリンです。いただきます。お、わ、おいしい。うまそう。お邪魔します。
おお、広い広い、めちゃくちゃ広い。広。洗面台と、おお、めっちゃアメニティも揃ってる。ドライヤーとか洗面台、鏡、トイレ。で。ロフトになってます。ここになんかソファーみたいなのがあって、で別府湾が見えます。景色めちゃくちゃ綺麗。今ホテルチェックインしたので、ちょっと周りを散策してます。はい、見てほら、あれ見える？見える、ま、見えます。ちょっと待って、この何もないところに突如と現れる温泉の煙、すごいねこれ。すごいです。すごすごすぎん。今別府で有名な竹瓦温泉にやってきました。はい、じゃあ竹瓦温泉で砂湯を体験してみたいと思います。はい、初めてだね。初めてです。これが竹瓦温泉です。なのか、うん、もう20分ぐらい待ってます。30分待ってます。あ、私たちの指輪が黒くなった。多分温泉の成分が強すぎて指輪が変色しましたねえ銀色から何これ 黒色になりました。かっこいいけど悪魔的な悪魔風景。暑いでしょ？暑すぎる。88度で、なんかあの目によると、この水飲んだら各の8日の日に運が良くなる。例えば8日、18日、28日。うん。まあ水飲んだら。今日は？水飲んだら、あの水飲んだら。あれの今日は 1か、1じゃないか。わからない、なんだ。3日かな。3日、3日、3日。うまっ。塩なしでもめっちゃ美味しい。おお。うまっ。塩付きは塩付きは？塩付き？これ書きすぎた。なしの方が？ありはありで美味しいけど、
なしでも全然美味しい。もう温泉の味。よかった。温泉の味。温泉の味がする。なんか硫黄みたいな。ああ。美味しかったらよかったね。美味しいよこれ。はい、じゃあ。メリーグッド。メリーグッド。はい、夜ご飯を食べてホテルに戻ってきました。なんか夜は夜で雰囲気があってとてもいいです。じゃあこれから貸し切り露天風呂に入りたいと思います。お邪魔します。おお、結構広い。おはよう。今湯布院の塚原温泉というところに来てます、はい、これから火口見学ができるということで火口を見ていきたいと思います。マグマが見れるよ。もうすでにここにいるだけで硫黄の匂いがすごいきます。クリスさんと一緒にコラボレーションしました。後でビデオが終わったらクリスさんのチャンネルで、私たちについての動画が見つけます。はい、で今は散歩がてらにキャナルシティ博多に来ました。すごいキラキラしてます。ねえ、なんか目の前は綺麗な、いろいろな花があります、ね、桜もいますね。じゃあちょっと歩いていこう。今日は九州に来て2日目です、はい、今日の昼までは、別府にいて、でレンタカーで他に戻ってきました、はい、別府どうだった？別府は楽しかったです。ねえ、すごいなんか、ね、町中が温泉みたいな、もう珍しい感じでした、ね、このみたいな日本まだ知りませんでした。なんかもうまだ体に硫黄臭が漂ってます。臭い？大丈夫？はい、ちょっと匂いがありますけど大丈夫です。多分自分はあの2日間で合計7回お風呂に入りました。うん、うん、いろんなお風呂入ってる。普通に、明晩温泉の温泉と、あと泥湯と、あとは秘湯にも行って、あとどこ入ったっけ、あとホテルについてる温泉にも入りました。すごい気持ちよかったです。はい、8時の後で、午後8時の後でなんかホテル客様のために無料な温泉でした。うわ、キャナルシティ、大都会や。大都会は何？大都会はすごい街。ああ、そう。なんか歌が聞こえます。すごいね、なんか
それショッピングモール、それかなんか、ショーみたいなやってるね。どうかなね、ちょっと 見ましょう。はい、すごいでっかい、ほらほら見えるかな、伝わらんな。また下に行ける階段で、うん、じゃあバイ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 。